しまった。もう思い切ったプレーはできないぞ。やられた。布石はもう一つ打たれとったんや。何が性格悪いや。あんたらの方がよっぽど立ち悪いで、ほんま。誰がいいなんて言ったよ。ほんまきっついで。つまりはこれでコピーされた挙句にうちのエースはまず攻撃力を大幅ダウンや。決めた。これで差は一桁だ。あかんわ。まだ第4クォーター丸々残してこの状況。9点差なんてあってないようなもんや。アオミネ。会場のカウンターだ。アオミネがファンブル。絶対止めなきゃ。動きだけならまだしも、速さまで青峰さんと変わらない。ぶち込め、奇跡。ったく、フォーファールは俺のドジだったけど、これは奇跡の望んだ展開か。違うな。チームが勝つための戦略として受け入れてはいても、本心じゃこうなってほしくなかったはずだ。とはいえまさかあんな面されるとはよ。しかもなんだサツキ、その心配そうな面は。